あ、もしもし、どうも。もしもし。ということで、じゃあ、はい、自己紹介お願いします。どうも、こんにちは、三枝明と申します。よろしくお願いします。はい、ということで、お誕生日おめでとう、イエイ。ありがとう、ありがとうございます。です。はあ、まあということでね、三枝くんが来てくれました。はい、俺さ、うん、森中さんにさ、うん、プレゼントとかわかんないからさ、とりあえずこれチャット見てほしいんだけど。何？これでプレゼントの代わりになるかなと思って。ねえ、やだー、何言ってんの。これがまあ気持ちかなって。待って、ちょっとマジで言ってる？うん。恋人ボイス買ったの？うん、ちょっとまあこれまあわかんない。これでまあそんなんだろうな。やだー、まあ、俺の気持ちかなって、これが。やだーよー、なんで買っちゃったの。売ってるから悪いから、そんなもんは。そんなもん売ってるから。買わないでよ、恥ずかしい、本当に。もうブッソした方が良かった。いや、ブッソしなくていいし、お金払わなくていいから。いや、これそのプレゼントかもね、また分かんないじゃん、やっぱ分かんないから、うん、はい、まあまあまあ、これでね、うん、まあ足しになるから。おやほんとに。もう、ちぇ、あー、もうなんで、しかもよりによって恋人ボイスか。ちょっと聞かなくて、ほんといいから。あ、それと、なんか企画のためなら、あれよ、いや、お金払えよ。いらねえ。まあ、ありがとう、すごく嬉しい。え、これじゃあ感想は、じゃあ、送ればいい。いや、ほんとにやめて、ほんとに。特に、4トラック目は聞かないで。4トラック目だけは本当に聞かないでほしい。4トラック目を聞けばいいよね。いや、ダメ、本当にやめて、本当に恥ずかしい。おい、ちょっと文字化けしてんだけど、上ね、やめて、この前の文字化けしてんだけど、ね、本当にやめて。あ、すごい、手動いてる。そう、あ、手が止まった。あ、見ないで、ポケモンって言うなよ。ポケモンって言ってない。